左から右にね潮が流れていってるんですけど、おおお、あ、来た来た、おはようございます。おはようございます。今日はですねルーディーズのスタッフのダンさんのところに来てます。で、ターゲットはですね、ひじはた。どうですかね、釣れそうですかね。そうですね、まだちょっとね実況時期が6月っていうのもありまして、まだちょっとハイシーズンではないんですけれども、いなくはないと。まあ6月になったばっかりですもんね。そうですね、まだ上旬なんでね。僕がいる九州でも遅れたんですよ。ええー。今年ちょっと遅いかなって感じなんで、ちょっとねそこら辺不安なんですけど、はい、こちらのポテンシャルで、はい、なんとかねひねり出したいなと。出しましょう頑張ります。はい、はい、ちょっと浅まずめなんでちょっとねどんよりしてるけど、早速はいやりましょう。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。多分ね時期的にちょっとまだ早いんで、甲殻類パターン、エビカニ類をね捕食してると思うんで、もう少しね暖かくなってくるとベイトがね結構刺してくるんで、小魚、魚食系パターンになってくるんですけど、今年ね特に遅れてるんで、エビカニの、動きをイメージしたようなアクションで狙ってます。当たったけどダメだ多分ねあれは違うね、本命じゃない。今ね虫をね使ってるんですよ、ハタグイムシでね、ブレードがついてるんで、その特にねこの浅まずめとか活性がね高い時に効果的なワームなんですけど、やっぱねブレードがついてるから小魚もねよく続きに来るんですよね、ブレードに。今ね投げて分かったけど、結構ねこういう堤防って足元のストラクチャーしかこうね障害物がなかったりするような場所も多いんですけど、ここね結構沖までねガタガタしてるなって感じですね。うん、1投目は1回当たりがあったんだけどな。今ね使用してるのはロックゲーム進化ね、 TG タングステンですねと逃げがりフック40、カタグイムシのイソガニグロウなんですけど、今ねコンコンって当たったんでブレードが持っていかれましたね。カタグイムシって一個一個ねブレードがついてるんですよ。ダメになったねこのワームとかを取っておくと、そのねブレードこれねスクリューねじ込み方式なんで、こうやってねこう小魚とかにブレードとかねこう取られたら簡単に装着できるようになってるんで。でこのブレードなんですけどね、ハタグイムシ初めからね全部ついてるんですけど、いらないときは取ればいいし、これスプリットリングでついてるんで、別のね例えばワームあるいはねルアー、スプリットリングを返して別のルアーにもね装着できるんで、ね、そういう使い方もいいのかなと思います。月並みですがね、はい、いつものレギュラーメンバーのカサゴちゃんです。ちょこっとだけ大きいです。ありがとう、バイバイ。ダメだな、ダメだ。一級ポイントいただいております。めっちゃ当たってるから、さっき見たらわかる、この当たりがほら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 小魚が
クソボ。あ、来た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 。これは穴釣りっていう、もう落とすだけなんで、ただ左右にびっしり貝がくっついてるんで、そこだけは気をつけないといけない。穴みたいなところがあったら魚が隠れてる場所になり得るし、何よりねシェード暗くなってて魚がね違和感なく食ってくれるから、ぜひね入れてみてください。いやいやいや、洗ってなくてもいい、うん、むしろ洗すぎるとあんまり少ないかなと。だけどストラクチャーはないといけないけど、そんな粗くなくてもいい。めちゃくちゃ粗いのを好むのは、同じハタ類でいうと赤ハタとかベイトがいるか海藻があるかストラクチャーがあるか、その3点、その3点が揃わないと逆に釣るのは厳しい。もうそのストラクチャーって言っても、この例えば堤防とかだったら、堤防って絶対堤防を支えるために敷石が入ってるんで、それは絶対あるんで、あとはそのベイトの有無と海藻の有無、キジハタって海藻の中に海藻を好むんで、赤ハタとかはどれだけこうガチャガチャしてるかっていうのと、やっぱね潮がこう本流が流れるようなポイントじゃないとなかなかいないかなと。まあいてもちっちゃい。多魚種で考えるとチヌはキジハタに似てて、グレは赤ハタに似てる。生息環境が好む生息環境。もちろんそうじゃないところとかにもちっちゃいやつとかいたりするけど、本気でっていうか狙っていくんだったら環境がいい。だからこういうこう堤防とかでも、こっちがこう沖側だけど、キジハタはこっちのね内側の波が静かなところにも十分いたりするし、赤旗はどっちかって言ったら、もしここにいるとしたら、こっちのこう、外洋に面したような場所を絶対に好む。そんな感じですね。水深ももちろん水温が低い時は深場にいるし、夏、秋の高水温になると、浅いところにも入ってくるし。例えば5メートルぐらいのところでも釣れたりする。だけど、寒い時は、ものすごくこう深いところにいたりするんで、水温が今からどん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 気温の上昇とともに高くなってくると、沖にいるやつがだん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 こう寄ってくるっていう。だからどれだけ寄ってきたかによって釣れ具合が変わってくるんで、ベイトがねこう堤防際にベイトがこうバーっているような状態になってくると、ベイトも一つの判断基準というか、高水温期になるとそういう小魚がこういう浅いところにびっしりつくんで、で今ほらね見たらわかると思うけど、あんまいないんで、まだちょっとやっぱ早いんだろうなって感じ。いただきます。昔はよく穴打ちの龍二って言われたんです。こうすることによってまっすぐ落とせる、できる。片弦だとこうちょっとねどっちかに寄っちゃうんで。来た。ほら穴打ちのオリュー、ちょっと痩せてるからもっと食った方がいいぞ。おー
よいしょもういいところかかって、ほらよいしょ。これでね、でもね、マジででかいキジハタとかも釣れたりするもん。ちっちゃいやつしか釣れなかったら初めから売ってないけど、やっております。あっ、かかりました。キジハタ、あ、キジハタじゃない。カサゴ。ダメだ、マジ釣り切った。めちゃめちゃ穴釣りをエンジョイしとった。もうないかな、穴。潮止まりって何時ですか？今じゃないですか、ひょっとして。めちゃくちゃ当たりがなくなったんで。ハハ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 ハ。違う。違う。多分おそらく違うでしょう、これは。はい、今さっきね、堤防でやってたんですけど、浅間詰め、カサゴは結構釣れましたけどね。そうですね、カサゴは、ね、たくさん釣れました。なんかカサゴのオンパレードだったんで、場所を変えて磯場に来ました。ちょっとあそこ、ちょっと浅くて、カサゴですね。ばっかりで、キジハタが刺してないんじゃないかっていうことで、ちょっとね、深場に、ね、さっきよりも深いところに移動してきたんですけど、ここでね、ちょっとキジハタ様子見て、はい。で、また次の戦略を考えると。ですね。はい。いうことで、ルアー投げて頑張ってみましょう。はい。とりあえずね、水深の深いところを攻めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。やっぱね、タングステンにしてるから、すげえ感度がいい。水深30メートルぐらいあって、左から右にね、潮が流れていってるんですけど。おおお、あ、来た来た。深いから。ああ、重い。重いぞ。よし、根があるから危ない。でかい、でかい。でかい、でかい、めっちゃでかい。よっしゃ。一投目ですよ、一投目。ほら、でかでかこれ50ぐらいいってないですか、これ。ちょっと怪しいって、測りましょう。よっしゃ、一投目。一投目。これはやばい。これはやばい。これは、重いもん。重い。はい、今ね、フルキャストして、で、水深ね、30メートルぐらいあったと思うんですけど、そこでね、1回2回、リフト&フォールしてて、パーって見てたら、目の真ん前で青物がバシャーってライズした、おーって驚いた、その後にね、すぐ食ってきました。すごいタイミングでね、食ってきました。でね、めちゃくちゃでかい、これ。これね、ちょっと測ってみましょう。ギリ50か、49.5 かそんくらい。
ここの対抗がいいっすもん ね。これはもう、しかもぶっとい。マジでオクシワみたいなもんですね、これね。やばい。いや、これはもう。見に行ってないぐらいだけど、でけえ。よし、決まった。二球目。綺麗な決まったですね。すげえ。嬉しい。やりました。これはね、さっきのが50近かったんですけど、ね、35ぐらいだと思います。よっしゃ、よっしゃ、ダブルヒット。はい、今ね、ちょっと朝のね、うちはね、30メーターラインでやってたんですけど、ちょっとね、30メーターライン何回か投げて当たりが出なかったんで、ちょっとね、日も差してきたし、シャローに差し掛かってるんじゃないかっていうので、ちょっとね、こっち方面ね、おそらく感じだと20メーターぐらいしかないんですけど、そこに投げたらね、来ましたね。で、ワームもね、ちょうどね、変えたタイミング、イソガニグローからですね、スジエビパールに変えたら来ましたね。やっぱね、こうワームとかもやっぱりね、こうローテーションさせていくとね、こうやってね、結果がね、結びやすいんじゃないかなと思います。これもね、余裕でね、さっきのね、50近いの見てるから、ちょっとね、小ぶりに見えるかもしれないけど、余裕で40越しますもんね、これ。いや、いい夜行です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやね、結構振り返るといい釣りができましたね。そうですね。まだちょっとね、若干早いのかなって感じで、スロー気味に釣っていくと、こう釣れたっていう感じなんですけど、多分もうちょっとね、はい、あったかくなるとまだまだ釣れるでしょうね。ハイシーズンはもうちょっと先なんですけれども、シーズン前でももう反応が得られたんで、よかったかなと思います。ロックゲームシンカー TG、はい、初めて使っていただいたと思うんですけど、どうだったですか？い
やっぱりですね、材質がタングステンっていうこともあって、もうめちゃめちゃね、感度がいいですね、うん、あとやっぱシルエットが小さいんで、かなりこう飛距離が通常のロックゲーム進化よりもね、伸びたような感じがして、やっぱりね、タングステンは最高っすね。僕もね、もうシルエットもちっちゃいし、やっぱ感度いいし、ああいうところだとこう、ね、地形を把握するのに、やっぱ鉛よりも優れてるから、はい、よりね、やっぱ超過を出しやすいというか、そういうところがありますよね。はい、うん、まあね、旗食い虫も、ちょうどね、良かったみたいな感じですよね。状況に合ってたっていうか。ですね、もう完全にもう、マッチしておりましたね。うん、これ、動画多分配信される頃はね、多分もう少しね、はい、釣れるようになるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひね、はい、皆さんもね、旗食い虫と、ロックゲーム進化 TG、ご使用になっていただければ嬉しいかなと思います。今日はというか昨日今日と本当ありがとうございます。ええ、こちらこそ。また沖に来た時はよろしくお願いします、はい。ぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いい感じのやつ取れたでしょ。めちゃくちゃ面白かった。マジ笑いと笑い。もうなんか、ね、